一番好きな漫画って何ですか？日本の戦国時代の漫画とか政治のところに関わる本は漫画でもよく読みますね。例えば何ですか？戦国っていう織田信長とかね、はい、豊臣秀吉とかの日本を、まあ、一本化していった漫画なんですけど、読み応えがありましたね。それと今ブームになっているキングダム、ハマってますね。そうなんですね。面白いですね、あれね。キングダムで出てくる歓喜将軍とか、ね、はい、真の国の将軍がいたりするんですけど、はい、すごくグレードアップしても涙流れるような項目がいくつも出てくるんですね、はいはい、今72巻まで出てるんです。この間72巻出てきました。歴史上で見たらほんのちょっとの時間のはずなんですけど、そうですね、すごい時間を知ってますね。作者がいっぱい書き加えて、人と人をのつながりとか、リーダーはどうあるべきだとか、キングダムの面白いところは、はい、戦いにおける戦略みたいなところが面白く詳しく書かれてたりしてて、はい、正面から戦っているところで、はい、抜けていって相手の対象を倒すから作戦はどうあるべきかいっぱい書かれてて面白いですよね。実際キングダム時代ビジネス書として売ってたりしたしますね。行きますか、その仕事に？やっぱそれはありますね。貧しい家でね、下僕から生まれ育った人が大将軍目指して頑張っていくときに、はい、自分の部下がどんどん増えていくときに、部下に対しての心の使い方だとか関係性、敵国であったんですけど、そこを倒した人に対する仕打ちをどうあるべきか、今後中国を統一するためには倒した地域も自分たちの国になるわけですから、倒された兵士の家族に対してどうあるべきかとか、はい、今の政治も全く同じものがいっぱいありますね。キングダムの参考にこう政治活動をそれだけではありませんけどね。まあ、日本の戦国時代もいっぱい読みましたし、もう時代もすごい好きです。